こんばんは、つくです。どこ頃はね、こうもう誰も悪くないんですよね、もうゲームやから、もうね、そういうこと、バグも起こっちゃうっていうことで、てか同じ部屋っていうのがまあ先ほどあったんで、同じ部屋じゃねこれ、まあ、何にしてもね、江戸川さんゲームなんで、ってめっちゃうまい人じゃなかったっけ、みんな楽しくやりたいんで、知らんけど、見たことないけど、誰かを責めたりとかっていうのはしないでいってほしいですね、本当にも。身分を確認してください。敵だったら終わった。夜が来ました。目を閉じてください。敵ならいいよ、もう負けを認めようぜ。いやーすごいね。いや生き残りたいもんだって、生き残りたいんだもん。いいじゃん生き残りたいんだもん、私だってこんな試合で。いいじゃないの、私がゲームしてるんだから。叩かれるからハンターを正解でしょ。でも逆にこれ6番が江戸川先生が人狼だった時は私は終わりですね。江戸川不転人狼面白いですよ。いや江戸川、この6番さんがめちゃめちゃ強いらしい人なんですよ。まあ、どういう人か知らないんだけど、とりあえず朝が来ました。うまいらしいです。ワック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 。昨夜は誰も死にませんでした。さあ来い江戸が。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、辛いそうになったら塩するわ。す私村人陣営でした、うん、もう1日目1周目トップバッターってことで、まあ特に言うことないです。まあ雑殴りもするつもりはありません。1番さんどうぞ。1番特になしとのプレイヤーは発言してください。はい1番です、お願いします。で9番さんが、まあ、2周目から頑張るということで期待してます。でどうでしょうかね、雑殴りちょっとそうですね、5番さん気になるぐらいで、あとは特にちょっとよくわかんないんで、これでさ、もう黒目とかめっちゃ上げてたら笑うんだけど、まあ、江戸川さんがこれ、こことここ黒いっすねみたいな言ったら、もうった場合はグレーランで、で2で片方黒出たら黒釣りでいいんですかね。まあちょっとその辺はまた皆さんの方針あると思うんで聞かせてください。まあそうだね、黒出たら黒釣りでもいいと思うよ。2番のプレイヤーは発言してください。江戸川さんがいたんですよ。はい、そうですね、はい、基本的にそれでいいと思います。黒目ランキングとかの怖っ。カリウド、黒を出しされた人がカリウド使用した時に僕一日置いといてもいいんじゃないかみたいなことを言うとバリバリ叩かれたんで、基本的にはまあ黒出たら釣りという流れでいきたいと思います。初日特に雑殴りとかはなしです。次に回します。3番のプレイヤーは発言してください。出た。あ、自分占い師です。4番黒でした、はい、でそうですね、まあ 4番黒で、まあ、もう一人狼で、強靭出ると思うんですけど、まあ何、まあ、お前信用できねえな、だったり、矛盾した点などがあれば、そこをガンガン、占っていこうかなと思って、まあ村のみんなも、どんどん黒目上げていってください。そこをしないと、ラインとか見えないんで。で4番さん、あ1番さんが、方針の話してて、占い師がじゃあ自分ともう一人、出て、で狂人が、でその狂人も黒って言ったら、まあ、先生任せよ。それどうなるんですか。黒で大丈夫なんですかね。はい、自分あんま分かんないんで、その辺はいお願いします。はい以上です。4番先生が答えてくれる、待ってろ。のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。3番さんが僕に黒出しということで、まあ僕目線、3番さんが人外確定したんですけども、この後新占い師の話が聞きたいので出てくれたら助かります。ちゃんとお願いしますね。そうですね、怪しいな、まあ、でもお前もカンニングしたからな。
9番さんとか1番さんは、2周目の話ということで、まあ、1番さん進行論話、進行論やや怪しく進する人はね、ちょっと怪しくも見えたりするので、ちょっとだけグレー目っていうぐらいで特には何もありません。2周目の話していきたいと思いますので、残りの人につなぎたいと思います。よろしくお願いします。うん、5番のプレイヤーは発言してください。発言多いな、はい、3番4番に黒出し把握しました。4番ね、まあ、ちょっとだけこれ占いしかもしかして先生伸ばそうとしてるかなっていう感じましたけど、まあ、ちょっとわかんないな。あと1番さん、僕のことが気になるってことなんだけど、何が気になるのかな。うん、僕はもう今すっぱだかでもう全部見せるからおいで。はい、来たね。うん、何が気になるかな。はい、あとは9番、うん、トップバッター大変だよね。うん、なんとかつないでいこう。2番、何言ったか忘れちゃった、進行論かな。はい、占いなら価値観ですね先生。6番のプレイヤーは発言してください。はい、急始まりですね。急始まりで3番さんが占い師よ、4番さんに苦労と言ったんですが、私が真の占い師です。左隣7番さんを占って白と出ました。はいはい、ここでなんですけども、3番さん、これ陣外確定してます。4番さんの反応も黒には思えなかった。教授の誤爆も、考えられるんですが、4番さんの反応的に黒とは思えなかった。マジで、皆さんに言っときたいんですけども、教授の黒特攻めちゃくちゃ強いですよ。教授の黒特攻を追えなければ黒は負けます。一つ気になったのが、2番さんの進行路の中で、黒出たら黒が釣り、黒出たら黒釣りというのを強調してました。強靭に黒だと白というようなメッセージもにも、取れてますので、今日皆さんの意見を聞いて2日目発言したいと思っています。以上です。7番のプレイヤーは、はい、おはようございます。白出しありがとうございます。6番さんで、4番さん黒出しですね。まあ普通だったら4番さん流れだと思うんですけど、まあそれは私も全然いいと思います。グレランだったらまだ1周目で見えないけど、ちょっと 1,2 番さんはまだね、次の週としてもちょっと、うん、5番さんもでも雑なぐりだけしかしなかったように見えて、今全然色落ちてないですね、みんなの。2周目もう一回聞いて決めたいと思います。もう怖い怖い、何も下手げなことが言えない。発言してください。下手げなことが言えないんじゃ。4番さんちょっと好きだったんですけど、苦労出たので4番さんかなって思ってます。6番さんが4番さん黒に見えなかったって言ってるんですけど、私はなんか黒って言われたのに軽く流しすぎていて、全然否定、私は黒ではありませんみたいなことは言ってなかったので、まあ別にあるんじゃないかなぐらいで思ってます。そうですね、あと皆さんそんなにちゃん、深くは喋ってなかったので、あとは印象ないんですけど、占い師はまだフラットで見てて、まあ黒グレー、わかんないグレー行くよりは黒釣りたいなって思ってます。まあそんなとこですかね。死んじゃなかったらマジ怖いんだけど、これ終わるよ。ちなみに江戸川先生が死んでなかった場合、この村負けます。一番さんにもほとんど言われちゃったんですけど、まあ僕も4釣りでいいんじゃないですかね。確かに6番さんの言うことも一理あるんですけど、まあそれでもさすがに取んねえか。いや江戸川さんにおうよな。そしたらね、本当に4が黒だったらちょっとまずいですね。締め付けてるもんね、ほとんどね。4釣り安定じゃないですかね。はい、あと考察なんですけども、なんすいません、なんかの伸びたいです。なんかちょっと1番さんのあの進行論、黒出し特攻は強い。ちょっと僕進行論がどうたらこうたら、あのこう進めていきましょうみたいなの初めてだったんで、ちょっともうちょっと深く言ってもらいたいです。お願いします。はい、1番のプレイヤーは発言してください。私強く言ってもいいかもね。4でも釣り安定だと4、3でいいと思うんだけどな。はい、そしたら陣外釣れんだ。4番さん4番さんかばったのかな。そうすると僕急にラインで、そうで、でもう一つの可能性が6番さんが、4番さんかばって4、8じゃねえの、4、6ラインで 7番さん囲った。まあさすがにこれはちょっと
やりすぎだと思ってるんで、ちょっとさすがにないと思いますけど、でもそうですね。で、黒黒についてはちょっと、まあもうこの場合ケース終わったんでちょっとなくしときます。で、4番さんが役職持ちだったらちょっと考えるんですけど、役職なかったら釣ってもいいと思うんですけど、これはどうなんですかね。うん、まあ、そうだね、まあ、借りるだったら黙ってもらっつうのもありなんですけど、まあ任せます皆さんに。2番たすぎりした方がいい。あ、いや、延長しちゃう。発言してください。あ、はい、そうですね、役職話聞きたい全員で、僕もちょっと微妙なとこだと思ってます。僕はちょっとそこら辺は決めれないかな。あと6番さんが言ってたんですけど、僕、なんて言ってましたっけ。僕確か信じられないことで、確かなんか黒目を追われてた気がするんですけど、何でしたっけ。ちょっと待てよ、6なんて言ってたかな。ちょっと黒くなっちゃう、それは。あ、すいません、ちょっと6の内容が思い出せない。それやっちゃったら6が強靭だった時つらいぞ。です、いや逆にそれに同調気味で、さらに6に乗っかってた、9番は僕のことも黒く見てるのかなと思うと9も黒く見えます。69今のところ僕は6はしん、いや先生に疲れちゃうぞ、それは。 お主3番絶対にのプレイヤーは発言してください。あ、そうですね、まあ、6番がそこまで強気に出れるのも、自分が占い師で出ているから、そういう風に強気に出れるんでしょうね。え、はい、占い師で出れるのは強気に4番構えに行ったあたり、まあ、当然ですね。それ自分が強靭ってこと。で、まあ6強靭で4人狼で残り1人は、そうだな、まあ、1番さんね、ちょっと自分が黒黒出た場合、教えてほしいって言ったんですけど、まあ、このもうケース終わっちゃったんでっていう風に流されて、ちょっと黒目に見えました。で、9番さんの最初の発言ね、8番さんに便乗するわけではないんですけどっていう発言があったんですけど、そこが8番にすり寄る人狼にも見えますね。で、5番さんはどうなんだろう、忘れました、はい。4番のプレイヤーは発言してください。結局黒つるの、みんな4の流れだよね。はい、まずなんですけど、僕があんまり弁明とか少なかったことに関してなんですけども、僕役職ないんで、そうですね、なるほど。僕つるは全然飲めるんですけど、そしたらやっぱり3番さんつってくれないと、一陣外つれないんでっていうことも込み込みで、出ると思うんだよね、4番。別に村のためになるならと思って、何も弁解しなかったっていうのと、であと僕のね、3番さんの黒目見せ目をのあるところとしたら、やっぱり6番さん逆にこんなにかばうかなってところを考えてほしいんですよ、もし強靭ならね。さすがにライン見えすぎっていうのを考えてほしいです。で、僕が一番黒く見えてるのは、また遺言、多分僕釣りになると思うんで、また遺言でゆっくり残していこうかなと思うんで、あとは皆さん2日目以降の話してください。まあとりあえず4釣りでいいと思うんだ、江戸川先生や。のプレイヤーは納めてくんねえか、それで。はい、そうですね、6番の意見がすごい説得力があって怖かった。なんかもうなんか盲信的に信じちゃいそうになったけど、やっぱりね、強靭の黒特攻は強いよっていうのはちょっと理解できなかったかな、僕の頭では。そこにね、8番はしっかり突っ込んで自分的には白目に見てんだけど、まあ7番と9番が6番に同調したって言ったところで、そうだな、まあ単なるおまぬけさんか、おまぬけさん黒目なのかなっていう感じかな。お前撃つぞ、はい、撃つからな、おめえ噛まれたら。自分の意見としては1番の意見に、まあ、同じでね、まあ、4番とりあえず、まあ安定、まあ、黒を残すっていう選択肢は自分にはないんで、まず最初4番釣りかなと思ってます。黒確定がないけどね。あとは4番さんの遺言をしっかり聞いて、おきたいと思います。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、5番さん、強靭の黒特攻の、理解できなかったということで、この村が負けたとき理解できるんじゃないでしょうか。やめてくれ、その言葉。3番さんなんですけども、占い師が黒黒出した場合どうするんですかっていう質問、占い師、真の占い師がしますかっていう話なんですよ。真の占い師なら自分の黒を釣ってという話をするんですが、そうなんだよ。その時どういう進行をするんですかって占い師が聞くことではないと思いますね。すいません。2番さんに関しても3番さん偽の目線を全く追ってないですね。3番さんに関しては全く触れてなかった。私が2番さん殴ったら、私と8番が黒い、
という話はしてたんですが、2番さん真っ黒になってるんですが、そのあたりどうなんでしょう。3番さん偽の目線は追ってないんですが、明日以降、4番さんが白の場合は村が不利になるというのを言っておきます。私は2番に入れます。マジか。7番のプレイヤーは、はい、これ一周聞いて6番さんの言ってることすごく説得力ありますね。あります、すごい、うん、これが真の占いだったらすごく心強いし、人外だったらとんでもなくね、まあ負けてしまうのかなと。うん、でもですね、やっぱり6番さん目線4黒も全くないわけではないんで、まあ黒つってもいいのかなって私は思いますけど、4を、うん、そこまですごく強く押せる、絶対確信できるっていうあれではないと思うんですよ、6番さん目線でも、うん、見えているわけではないんで占って、だから4番さん釣ってからでいいと思います、私は。はい、で他のグレーはですね、まあ、8番さん、そうですね、結構突っ込んでたかなと思いますけど、あとは次の日考えます。8番。いやでもそれ現にそうなの、村目はこうなるの、怖いんだよ、発言してください。はい、そうですね、怖いんだって、それは。黒特攻私も狂人の時するので、まあ、その気持ちもわかるんですけど、まあ黒出てるんだったら釣りたいで、まあ黒釣った後3釣ってもいいんじゃないですかね。ちょっとそれは村の皆さんと話し合いなんですけれども、でみんな私のことしろしろ言わないで、本当に噛まれちゃうから。でなんか6番さんが2が8と6黒っぽいって言ってたんですけど、2は9黒っぽいって言ってた気がします。私のメモにはそうって書いてあるんですけどね。はい、そうだ、もう話時間がないな、ね、今日は4入れます。投票を始めてください。いやこれはちょっと申し訳ない、先生。オラじゃないべ、先生ごめんな。先生の言うことすげえ説得力あるんだけど、黒放置はさすがに村目ないよ。4番のプレイヤーが選ばれました。6だけに14放棄。4番、ちょ先生に疲れちゃうぞ。のプレイヤーは発言してください。はい、まあまあこの展開はね仕方ないことなのと思うんですけども、僕釣ったからには3番さん必ず釣ってください。一人外僕目線でもう間違いなく3番さん強靭なんで、僕から見てたんですけども、サイコロはやっぱり8番に寄りてる9番でちょっと8番、みんな白く見すぎなんで、フラットに見てくださいね。僕も8番さん白く見えてますけども、みんなフラットに見て、あんまり寄りすぎるとね、それはそれで釣られたりの対象とかにもなるんで。6番さん、新名なんで、6番さんの言うところしっかりみんな聞いてあげてください。以上です。頑張ってくださいね。まあ強靭だ、普通に追うなら強靭だけど、ね、夜が来ました。まあ人外であること言いたかったんだよね。 いやこれ噛まれっかな、私なんかどっちつかずの発言しかしてないから最悪噛まれるな。したら打たなくていいよね、これ打たなくていいでしょ、打つ盤面じゃないよね。あでも3釣ってもいいのか、あ3打ってもいいのか。いやでもね結果聞きたいのはあるんだけどね。先生打つのはダメ、先生打つのはあかん。先生打ったらすっげえなんかすっげえ早口で怒られそう。あのこれ7番さんがなんで私に打ったのかよくわからないんですけどみたいな、始まっちゃうからこれ。全く無駄にないですねみたいな、そっから 1000文字ぐらい喋ると思うよ。朝が来ました。昨夜死んだのは、へえ、1番か。2番のプレイヤーは発言してください。なんで2位がなかった、はい、違います、昨日言われたことを全部反論します。6番偽です、やっぱり。昨日6番僕に、昨日6番僕に、黒がで片黒が出たら僕使って言ったことによって、強靭、強靭に黒特攻を促してたと言ってたんですけど、それ無理ありません、無理ありすぎると思います。しかもそっからの流れで
僕が、3番に全く触れず6番を叩いてたのをもっとサイクロって言ってたのもそれも意味が分からないです。アウシテンで4釣りはほぼ村の進行的に確定していたのでグレーの中の狼を精査するのは必須だと僕は思っています。9番がやっぱり今のところ一番怪しいです。3番のプレイヤーは発言してください。いやでも黒出たら黒釣ってもいいんじゃねえの。まあ、自分9に白だと言ってるんですけど2番さん目線これ6黒 で自分が言ってることは真 で急に白出ししてるんだから9番さん真っていうのはおかしいんじゃないんですかね。はい。でそうですね。で、まあ、2番さん、まあ、この時点で怪しくなってで、まあ、6番さんが2番さんに黒だって言ったのは多分これも誤爆ですね。はい。でまあそうですね。で9番さん白ってことになるとあと自分目線だと785、になるんですけど、8番さんはちょっと逆に黒いのかな。ねこれさどうすれば、いやもう黒っつった方がいいのか占いローラー行くのかどっちだろうね。5番のプレイヤーは発言してください。はい、まず4番の、遺言聞いて、うん、まあ、でも2番だな、2番ってだな、そうだね、そうだね。なんかちょっとよく分からなかったな、なんか6番がなんで真に4番から見て見えるのか、ちょっとよく分かんないです。そうそうでしょ、4から見たら6が真しかねえだろ、ね、これもう村だったら。なんか危ないような気がするんで、ね、バカか？なんかすごい説得力あるんだけど、なんかこの人についていったら一気に終わっちゃいそうな気がする。ごーちょっとどうした、といった意味で自分的にはまだフラットに見てて、そうだな、なんかそこに同調気味だった人はやっぱり怪しいかなっていったところで7番かな。あそう、でもなんか7番やっぱりおまぬけさんっていう感じもするし、やめろそれマジでお前しばくぞ打つぞ、わかんねえなあ。まあちょっと今日は誰を釣るか様子を見て考えます。いやいやこの流れはさ2でしょ。でものプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まず2番さんを占った理由、2番さんが本当に占いの黒出しを盲信して黒を釣る人とか、はたまた人狼で、どっちか人狼確定なのかを精査する必要があったんですね。2番さん占って黒だったので分かりやすい反応、2番さんには申し訳ないんですけども、2番さん、苦し紛れの最後の一言で9番さん怪しいと思いますって言いましたが、私を偽遠くなら3番さんの白出しが9なんですよ。なのでその時点で2番さんが9番さんを叩いたのはおかしいんですよ。本当だ、それは皆さん分かると思います。本当だ。で5番さんなんですけども、その2番さんの発言に触れない、全く触れてないんですね。怖い、はい、怖い。で占いはフラットで見るという発言がありました。4番さんが白の場合2、5のラインで終わります。3番さんが狂人でしょう。今日は2番さんですよね。3番さんが初日に4番さんに黒を出して村がみんな釣ったのであれば、2日目に出した僕の黒は釣れるでしょう。はい、怖い。2番さんを釣って5、9と釣り切れば、今グレーの中では5、9、8この順番で黒いと思ってます。2番さんの相方が言うとしたら全く触れなかった5番、占いをまだフラットで見てる5番ですね。4番さんが黒であれば2番さんとセットで終わるかもしれないですね。以上です。今日は2番さん釣りましょう。7番のプレイヤーは、はい、これ今日はまあ2番さん釣りでいいと思います。なぜなら2、4で、ね、片方ずつ 3番さんと6番さんから黒出しされてるんで、まあ、2、3どちらかどっちも釣れば1陣外必ず黒1人は釣れるわけですから、今日は2番さん釣りでいいと思いますね。で6番さんの言ってることを聞いて、5番そうだ、そうですねって思います。私はでもここでまだね、6番さん絶対死んだって決め打つよりは、私は今日間違いなく人外1人釣れる2番さんを釣るのがいいと思いますし、まあね、グレーの中だったらまあ5 2釣ったら5の流れがいいかなと思います。いや江戸川先生のことを信じたいですね私は。8番のプレイヤーは
発言してください。発言してください。はい、今日は2番釣りでいいと思います。その6番さんが言ってた通りに2番さんが9叩いてたってこともおかしいし、あと3番さんがなんか6番が誤爆したって言ったんですよね。その後に幽霊から人狼を探すみたいなこと言ってて、3番さんがから見て誤爆ってことは2じゃあ人狼で4人狼だったらもう人狼いないんじゃないって思うんですけど、まあそれは間違えたのかわかんないんですけど、あと5番が4番がなんで6進かわかんないって言ってたんですけど、いやわかりますよね、うん、でもそれはまだ占い心境まだわかんないです。2番に入れます。したらもう勝てねえ。いやグレーズリじゃないからハンタシをしたら多分釣られるというか噛まれる。これで明日もうハンタシでいいと思う。9番、最悪私に黒出ししてくかもしれないから偽が発言してください。これは偽が出してくる可能性もある。はい、もう確かに2番さん矛盾してますし、2番みなもさんも2番さんに投票しますよね。2番さんでいいと思いますね。はい、3それと、あ、3、ん？ん？どうした？ね、やめてよ。でもその後にとグレランですけ。ですけ。で、なんか5を釣るって言ってたんですけど、ちょっと、いや占い師ロラ、今までだとなんか占い師ロラだったんですよ。ちょっとよく。黒出ちゃったんだ よ片方の。とりあえず2番さんに、うん、明日占いローラでもいいかもしんない。いや足りるかこれ。足らない、決め打ちなきゃダメじゃね。もうありえんオラじゃないべ。もうこれ占い決め打ちなきゃダメだよな。むしろ6で決め打ちするしかねえんだよ。もう村側はもうしょうがないんだよこれは。2番のプレイヤーが選ばれました。2が7に入れた。ゲーム終了、村人の勝ちです。先生強怖い怖すぎ。